おはようございます。コメンテスの三田圭樹です。尺の関係でジラルとか、その後の様子を書いてるんですけどね、本日もよろしくお願いします。まずは女性化粧名詞というものを押します。ありがとうございます。新カリから三田圭樹、雨氷から平吉田かも IC カードを使えないんですけど、平吉田と新カリに行く場合では IC カードを使えるのでいいですよね。ただ三田圭から明智、雨氷から三河戸場でこの特定は使用することはできないので注意が必要です。この区間を利用するにはちゃんと切符を買う必要があります。元気でね。どうやら2人三田経験に乗ってきたようですね。さてと帰りは何人乗るのか楽しみですね。おっとおっと、これは面白いことになりそうですね。なんと今のところ私しか乗ってませんよこれ。いやすごいね。この電車は新幹線行きです。いやこれですよこれ、本当にすごくないですかね。マジでやばい。列車は三田経験を出発です。次はボード三田口駅です。ここではね、一人乗っていきましたね。こんにちは、高等駅を出発しました。高等駅はね、誰も紹介しませんでした。周りに結構ね、民家というか家があるんですけど、そんなに車が便利なんですかね。私にとっては気になるところですね。自分で運転するのって悪くないですかね。私としてはね、楽してというか、まあ、快適に移動したいので公共交通機関を使うんですけどね。車に乗っている人はどう思うんでしょうかね。列車は明智駅に着こうとしております。見たところ一人乗っていきそうですね。この辺まで来るとね、まあ大体新幹線駅近くですよね。残高不足になるといけないんでね、まあ良いとしてこの愛の風効果で、まあ改札を抜けようと思います。これだけの乗車率は1時間に1本でいいと思うんですけども、実際に1時間に1本にすると不便と感じてしまうため、これ以上車の利用者を増やさないようにするため30分に1本のダイヤにしていると聞いたことがあります。あちら9500系という車両が来てきました。この車両が見えてきているということは、まもなく新幹線駅に到着です。扉を開きまして列車終点新幹線駅到着です。中間改札で処理を済ませてここまで来ております。あと5分ぐらいで美濃滝の列車が来るんで、もう乗っていくわけなんですけどもね。まずは改札を出ます。名鉄の改札口とジェラの改札口とは前だいたい1分で行きますね。 IC カードの乗り換えならだいたい2分あれば行けると思います。ちょっとね、普通多治見駅の列車がやってきました。なんで多治見駅は普通なのに美濃滝駅はまんまんなんですか。車掌さんのアナウンス聞きたかったんですけどね。そんなことを言いながら列車に乗り込みまして、列車は蟹江駅を出発です。なんかね、今日ワンマン列車しか乗っていないんですけどね、これちょっと悲しいですよね。まあこれはローカル線というものなんですよね。次は美濃加愛に停まります。これはやばいです。なんと美濃加愛で誰も乗降しませんでした。いろいろありましたが列車終点の美濃加愛到着です。ちょっと時計の名古屋行きをしたところですね。この木が85系モデル2022年クラシック型車両の H85 系インパンダーと関わっていきます。乗れる位置に乗っていきたいものですね。まあそんなことで改札を抜けていきましょうか。191円しかね。この後はサンタからあまりにもなかったのでチャージをしました。チャージしている様子は見せませんが、この後どうなったのか皆さんに見ていただきたいと思います。あるんですね。バスで帰ろうとしたんですけどね、バスは一向に来なかったんでね、アガラ鉄道に課金して帰ります。いやー、やっぱこういう時って鉄道便利ですよね。長良鉄道が美濃田駅です。実際にこれは初めて使うんで、ね、緊張しています。鴨沼まで行きます。自動券巻きなんですが IC カードで採用しているのが残念なところです。おお、すげえすげえ。乗っていきますか。あまり見の高い長野テストには乗らないので、なんだかんだ言ってワクワクしております。この切符持ち帰りたいなと思っていたんですけど、結局は持ち帰りませんでした。まあ乗ろうと思えば乗れますからね、ということで切符は回収しました。乗車率としまして、美濃から乗ったのは私を含めず3人だったかな。まあそんくらいですね。列車はゆっくりと美濃を出発していきます。この列車は前平公園、鴨の富、川崎、富岡、川崎口、鴨の会館前、関、関、関、千百姓前、関、下内、まつまり美濃市、梅山の神終点、湯の原温泉口をね、各駅に停まっていきます。次は前平公園、前平公園です。いつもなら迷うことなく自転車で自宅から美濃田まで行くんですけど、たまにはね、長良鉄道を使って行くのもいいですよね。まあ雨の日は大抵バスなんですけどね。っていうか個人的に驚いたことありまして、こう美濃田に電車であったんですね。これマジで驚きでした。恥ずかしながら今まで知りませんでした。これは鉄道に乗ったから見れたことですよね。その電車台なんですが今では使われてないようですね。いつも迷うことなく自転車を選ぶんですけど、たまにはねこういった長良鉄道を利用して行くのもいいですよね。そんなことを感じさせてくれる日となりました。定期的に利用するのはちょっと痛いんですけども、まあたまには利用しようと思いました。ここはもう確か前平公園を出発したあたりだとか一人乗ってきましたね。私は次の鴨の通りなんですけどね。いやー、それにしても2駅で310円ってどう思いますかね。いや高いですよね、ほんと。まあ距離によって決められているんで、まあ仕方がないんですけどね、ほんと。あとなんかコインラブされてましたよろしくってね。右から開かなかったかな、焼き子。あとなんかユータマミって書いてましたね。
まあ、いろんな発見がありましたが、列車は神戸駅に到着です。雨の日だったんですけどね、本当に楽しい一日となりました。雑な編集になってしまったのかもしれませんが、名鉄 JR 長野鉄道の様子をお伝えしてきました。今日はここへ通させていただきます。ご視聴ありがとうございました。よかったらご視聴がつもりの気は、ぜひお願いします。チャンネル登録していただけると大変となります。よろしくお願いします。最近の人生を当てて、If you like to play, hiding, this is pointless, hiding, please subscribe to the channel, Twitter, and also, please, goodbye.